17号を吸収し第二形態へと進化を遂げたセル。その圧倒的なパワーの前に敵なしと思われたが、精神と時の部屋で修行したベジータの前に屈辱的な敗北を喫した。父さんは逃がしても、この俺は逃がさんぞ。トランクス、邪魔をするな。おいベジータ、こいつを何とかしてくれ。完全体にはさせんぞ。あいつを完全体にしてはいけないんだ。もし俺たちの力を上回ってしまったらどうするんですか。情けない奴が、もう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来がもうたくさんだ。どうぞ俺を倒す。俺は奴の完全体を阻止してみせる。俺を倒す。私が完全体になるのにも協力してくれんさ。死ねえ。Yeah.
どうやら思った通り完全体になっても大したことはなさそうだな。では君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。いいとも。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。無駄な努力は良すぎだな。16、お前は今やどうしようもないただのガラクタに過ぎぬ。お前を殺すぞ。強気なセリフだな、トランクス。なるほど、確かに素晴らしいパワー。私を十分に超えていた。だが、それでは私には勝てない。絶対に。根拠のない強がりを言いやがって。バカ、そんなバカ、なぜ当たらない。青いやつだ。そんなことも分かっていなかったのか。パワーアップのためだけの変身では何も生み出せない。バカだ。